はい、皆さんこんにちは。映画の時間です。あのね、ハロウィンシーズンやっぱ映画見るもんないね。なんかちょっとクリムゾンピークとかそう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 、見て後悔しそうな、うん、だからさ、あの俺思うんだけどさ、うん、例えばさ、映画でね、あの怖い映画見て涼しくなるなんて時代じゃないぐらい暑いじゃん今。暑いわ。無理だよ、うんうん、でね、僕は思った。本当ね、まだしばらくの間これはないだろうと思った。このシーズン入っちゃったないね。毎年ないね。そうなんだよ。もうちょっと例えば何かあるかなってなるんだけど、年末にようやくちらっと出てきて、うん、年末もまたね、クリスマスとぶつかるから、そうそうそう、変な映画も、クリスマスの映画も嫌なんだよね、あれもね、毎年同じのさ、うん、まあそんなこと文句ばかりってもしょうがないので、はい、やっぱりね、ドラえもんを語ろうということで、はい、ドラえもんその2、その3、その4もあるけどね、うん、雲の王国だとかさ、なんだっけ、あと海賊のやつとか犬のやつとかロボットと兵団とかあるけどね、あとなんだっけ、最勇気もあるけど、最勇気ね、もう今ね、ドラえもんの全てを語りいきましょう。距離にくびったけ、どれが好き。いやー、なんかみんないいんだよね、うん、なんか なんていうの、唯一ね、あれはハリウッド映画に対抗できると思った、うん、だからミュウちゃんさ、例えばさ、じゃ あの、うん、一番わかりやすいとこからさ、雲の王国から語ろうか、うん、ね、雲の王国ってのはどんなストーリーだか知ってる？のび太が、ね、うん、天国ってあるんですかって言って、うん、先生に聞いたら、みんなで笑われちゃったんだよ、お前天国なんかあるわけねえじゃねえかよってさ、スネ夫に言われ て、ね、うん、で先生にも任された。それで俺は証明つけるって図書館に行っていっぱい調べたと、うん、そしたらそれドラえもんに言ったら、それは全部神話とかおとぎ話で、日本に言ったらしいよ、爆笑しててね、そう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 、世界はね、雲の上でつながってたんだみたいな、なんかね、うん、世界中だって衛星が全部見ててそんなのねえじゃねえかと、うん、ね、でもそれだったらっていうんで、じゃあ雲をね、実際固めて作って自分で王国を作ろうよっていう形で、うん、のび太とドラえもんが上に行って、うん、国を作り始めたんだよね、うん、そしてそこに例えば、まあ、スネ夫とかみんな、チキルカちゃんとかみんな来るわけだ、うん、ところがね、なぜか知らないけど、ある時その雲が動いてる最中に、なんか槍ヶ岳かなんか、なんか知らないけど、太平洋の方行ってるはずなのに、うん、槍ヶ岳かなんかに引っかかっちゃったんだよ、山にね、頂上に引っかかる。それで行ってみたら、そこになんか大きな亀みたいな生き物が乗ってる、なんかちょっと南洋系の男の子が、島の人、そうそうそう、男の子が流れ着いた男の子で、実はその頃異常気象がいろいろあって、島が壊滅しちゃったり、いろいろしてたんだよね。で実のことを言うと、そこはあの空のところにある、まあ、王国があって、なんだろう、雲の上 の、まあ、あの空中人みたいなのがいて、それが地球が汚染されてていろいろ見てたんで、これはまずいってことで人間をの文明滅ぼしちゃって、うん、という話になってくる。一回洗い流そうみたいな、ね、そうそうそう、みんな、そしてドアの箱舟じゃないけど、そういう計画をやるんだって、うん、でまあね、あすった問題いろいろあった時に、悪い奴らがやってきて、動物やなんかをさ連れてって、あの狩りをしてる奴がいろんな、象の牙取ってる奴がいろんな出てきて、ゴタゴタしてるうちに、まあ、雲の王国と戦争になりそうになっちゃったりしながら、最後は良かったね、最後良かったね、良かったね、大体良かったね。だけどまあね、でも本当にすごいなと思うのはね、でまあ俺ね、ドラえもんのこと言うとあなたも同じ意見だと思うんだけど、うん、昔の大山信代とか、あれがいた時代と今と全然違うんだよね、全然違うものになっちゃった、ね、うん、だからあの正直言って、声が変わったドラえもんはもうなんか見たくないのね。そうだね、なんか偽物みたいで、うん、やっぱね、キャラクターが違うものになっちゃってるから。そうなんだよね、なんかキャラ変わっちゃうんだよね。ドラえもんってね、3期に分かれてるんだよ、うん、で一つはあの藤子不二雄が生きてた時代、その次は藤子不二雄が死んだんだけど、死んじゃったんだけど、まだ脚本が残ってて、うん、それによってそのチームが大山信代を中心にやってて、うん、でその後はもうドラえもんの大山信代も引退して、うん、新しいチームになって脚本は焼き直ししてる。ちょっとダメだね、違う、で焼き直ししてるのはダメだね、違うものにすればいいのに、ドラえもんじゃなくすればいい、うん、だから雲の王国自体っていうのは、あの要するにもう藤子不二雄が死んでからなんだけど、うん、やっぱりその脚本が残ってるやつを作ってるから、うん、ストーリーがしっかりしてるんだ、うん、ところがその後になってくるとね、後半になってきて、例えばほら犬とか猫が戦うやつとか、あれもさ、焼き直しがあったり、いろいろしてくるともう違うんでね、うん、映像をちょっと変えていこうとかさ、なんかいろいろ変なことを考えて、うん、本来のドラえもんの楽しさってことが全部失われてくるんだ、良さがなくなってきて、うん、であのわけのわかんない感じでさ、やめてくれみたいな声が出てきて、あれはね、ドラえもんじゃないよ、うん、やっぱりね、そういうことを考えちゃうと難しいのかなと思ったよね。コロスケかと思っちゃう、うん、そうそう、コロスケだよね、本当ね、うん、コロスケなりとかそんなことあるんだよね、うん、あのドラえもんってあのさ、まったりとさ、渋い声であるからドラえもんであって、そうなんだよね、うん、まあ、だからドル箱みたいなことのつもりでやってんだろうけど、うん、プライドがないね、ないね、僕は引退させてあげるべきだと思うんだな、ね、だから俺たちとしては、例えばさ、バックトゥーザフューチャーってあるじゃない、うん、ね、あれ4を作るって言ったんだけど、脚本家が死んじゃったかなんかわかんない、どんなことわかんないんで、もう作らないと決めたって、
うん、あるのかもしれないよ。だからそれもやっぱりものすごく潔いことでしょ、うん、ある意味では、うん、だから俺たちは作ってほしいけど、うん、エラゴンが作られないとわけが違うから、うん、やっぱさ、その作ったものが期待を超えられないんだったら作んない方がいい。そうだね、夢が壊れちゃうからね、うん、だからね、みんなが泣いたとかいうさ、ドラえもんの最終回みたいなやつがあって、俺はなんか結婚前夜みたいな、あれ泣けないもん全然。私あのほら素人の人が作ったさ、ああそうそう、あれが最終回だと思うよ、うん、電池が切れちゃうんですね、うん、あれこそ最終回だと思う、うん、だからね俺思うんだけど、やっぱりヒューマニズムとモラルっていうのがあってさ、うん、やっぱりそのコミケ本で出たそのドラえもんのやつが一番いいわけだよ。一番良かった、うん、っていうかね、やっぱドラえもんは本当によく理解して好きなんだなっていうのが分かるっていうかね、うん、コンセプトを本当に理解してる、ドラえもんを愛しててできるものなんだよね、うん、そう、うん、それ分かってほしい。だからあの単なるギャラ稼ぎで運命尽くすというかね、締め切り追われてやるんじゃできないものがあって、うん、なんか中からにじみ出るものをこう表現する。そうだね、だからやっぱり作品ってものにやっぱり俺はプライドが欲しくてさ、 そのプライドって意味を考えた時にどうなのかなってのはやっぱりあるな、うん、まあもう本当にね、これ話せばキリがなくなってくるんだけど、今俺の中にあるドラえもんっていうのは、うん、そう考えていくと大山信代が引退したところで終わった。そうだね、私もそうだな、うん、ただね、もう一つ面白いのは YouTube にすごい量起こってんだよ、ドラえもんってね。あ、本当、やっぱファンが多いってことだ。いや、そうじゃなくて削除されないのが不思議なのよ。あ、 YouTube ってちょっとでもそういうのがあると版権の問題だとかって削除されちゃうじゃん。されないんだよね、なんだろう、わかんない、不思議だね。あと英語版の字幕がついてるやつとかさ、あるじゃない、すごいな、ドラえもん、うん、だからアニメのやつの場合は英語版の字幕だとかタイ語の字幕だとかアラビア語の字幕がついてるアニメっていっぱい多くて、例えばこの間も話したのあの火の鳥とか、ああいうのはそういう中で、うん、いっぱい出てるね。世界にと羽ばたく、うん、ほんとほんと、うん、まあだからね、今しょうがないなと思って、いい作品がないのにわざわざ劇場に見に、まあ劇場は涼しくてさ、まあね、いいんだけどさ、うん、ないんだもんな、ね、うん、でもドラえもんからさ、ドラえもんの中からパクってる人って結構いるなと、すごく多いよ、思ったな、うん、私、うん、なんだっけ、千と千尋もいいと思ったんだけど、ドラえもんの見て、あ、こっから撮ったのかと思っちゃうシーンが、だからなんだろうね、僕は千と千尋唯一だよ、うん、千と千尋だけが宮崎駿で良いと思ったの、うん、私もそう、唯一ね、うん、あとはね、みんな欠点があるの、すごい欠点があって、ね、なんかね、宮崎駿ってね、お母さんに愛されないで育った子なのかなと思って。ああ、いいこと言うね。なんか常にお母さんが冷たくて薄情なんだよね、うん、で、なんか、こんなお母さんいないよなっていうようなあれが多くて、なんかどっか欠点がある話だ。まあ、そうね、だから宮崎駿は残念だけど、うん、俺さ、あの周りが作った人気だからね、どんなことやって周りが作った人気だから、なんかしっくり、やっぱストーリーもしっくり来ないものが多くて、うん、最後の結末とかも、これで終わりかみたいなとか。そうだね、あとね、絵とあれがね、合わないのもいっぱいあったんだよね、うん、特にあの、もう一つ言うと、もののけ姫ってのがあったじゃない、うんうん、あのもののけ姫も、あれも微妙だったね、あの微妙なんだよ、要するに最後がなんかよくわかんない。それでね、そのダイダラボッチ、まあ、デイダラボッチってあそこで言ったけど、うん、やっぱりさ、統一してほしいんだ、もっとそういうものも、うん、要するにダイダラボッチだと、あれかなっていうのを、デイダラボッチっていうと認証が変わるようなつもりで使っちゃったりとか、安易すぎて、あとそれの絵ね、ダイダラボッチって何かっていうと、この絵を独創的すぎちゃって、やっぱりさ、日本の昔の民話とかそういうことも考えた時に、やっぱり安易に使いすぎるね、彼は、うん、ダメだった、うん、だからまあ正直言って、特に俺ね、評価が低いんだ。風の谷のナウシカも評価が低い。とにかく彼は変な思想が入っちゃってるから、まあもちろんね、人種的な問題もあるだろうし、いろんなことあるだろうけど、なんで宮崎駿だ、納得いかねえ。パクってんなと思うし、そうパクってドラえもん見た時に、うん、あ、このシーンって、こっから来たのかみたいなシーンが結構ドライブ。宮崎はちょっと言っちゃったけどね、うん、彼は手塚治虫を批判する絶景的な人なんだけど、何を、まあ最高の、まあなんだろう、福島瑞穂がさ、福島瑞穂が安倍晋三のこと言ってるみたいなもんで、ただジェラシーか、もう話にならん、うんうん、そうだね、ジェラシー、ね、気合が違いすぎるもん、違うね、うん、で藤子不二雄は手塚を尊敬してやっぱり作っただけのことがあって、うん、やっぱり手塚にない、手塚にはないと、ね、自分たちは政治家のような才能がないってところを、ああいう形でね、表現を変えて子供の夢の世界を作ったってとこがすごい、うん、やっぱディズニーがね、羨ましがるような気がする。本当、あの人いたらディズニーが欲しいと思う。ポケットの中っていうものを本当にどんな素敵なものにしたかっていうのがドラえもんだと思うね。
まあ、皆さんもねぜひね雲の王国見る機会があったら、またね来週もドラえもんになっちゃうかもしれないんだけど、うん、とりあえず今回雲の王国ということで、はい、お楽しみということですね。まだまだ話したいことあります。南の島の海賊などとかね、西遊記もやんなかったやりますね。そうね、またね、うん、それではまた来週、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。